小谷三氏像、小谷三氏三氏、明和2年12月25日、天保12年9月17日は、日本の宗教家、社会教育家。幕末期に、富士校の一派、富士校を庶民に広めた。本名は、小谷小兵衛。同号は、六行三氏。小谷六行三氏、小谷六行、鳩ヶ谷出身であることから、鳩、谷三氏などとも呼ばれた。 武蔵国鳩が谷にて、麹屋、河内屋を営む小谷多平の長男として生まれた。子供たちに手習いを教えたり、宿場の年寄り、どんや役を務めながら、鳩ヶ谷で富士港の丸鳩港の先達となる。富士港は富士山を信仰対象とする山岳信仰の一種で、17世紀初頭の戦国時代に現れた主験者の一人、長谷川角行を師祖と歌う。 人々の集まりである。閣僚の教えは、中、上層階級に指示された村上厚生派と、庶民に指示された職業、魅力の2杯に分かれ、職業は実践倫理に重きを置き、死の交渉それぞれの家業に努めることが、救いとなると説いた。職業の死後、弟子や、職業の娘が魅力派を受け継ぎ、中でも主流は三女、花の弟子であった。 伊藤産業に引き継がれた。文化6年、富士山水を使った病気直しやごま滝といった家事、祈祷迷信の類や、白衣の行者姿での登山といった儀式や外景に、こだわる富士高所派に疑問を感じていた三氏は、実践道徳を説く産業を、江戸で知りもんとなり、鳩ヶ谷に迎えて支持した。三氏は産業の教えを発展させ、宗教的形式より、 日々の実践道徳の積み重ねや日常書生の応用に重きを置いた。文政、天保年間にわたって教えを広めるため諸国各地を回り、多くの人々を感化し、その数は数万とも言われた。実践倫理のうちの子をもとも重んじたことから、1838年には富士公ではなく、二つとない富士公を行う富士道と称し、公認を目指して京都で、 く家や文人などにも接し、戦闘御所や九条校より記念品を賜ったとされる。1841年に75歳で没し、鳩ヶ谷裏寺の地蔵院に埋葬された。富士公は、江戸808公、公十8万人と言われるほど各派が乱立して、流行し、三子後都の開営2年には、庶民が徒党を組むことを恐れた、自社奉行により、 富士高禁止の触れ書きが出され、富士堂も禁止となったが、明治維新により、金が解かれた。三氏の後を継いだ、第五次理政院の大徳事業宮尾は、富士堂の浸透化を強化し、それを支持した柴田花森が実行教を起こし、教派浸透として公認されるに至った。一方、三氏の教えにより忠実な一派は、富士道高信を名乗り、元旦には皇居を廃止、 正月3日には球場家、各省大臣の官邸、指定を歴報し、明治神宮造営や道路工事といった公共事業や開墾事業への寄付や労働奉仕に尽力し、それらの功績により、1918年に亡き三シリングに対して15位が追贈された。2006年に鳩ヶ谷の富士港研究者、岡田博が消滅していた地元の校舎、 丸鳩港を、小谷三氏を明らかいとして復活させた。地元鳩ヶ谷では、小谷三氏の三男が、江戸時代に始めたうなぎや、港屋が六代目によって営まれているほか、地元の和菓子店によって三シリング最中が、販売されている。親への港を本市とし、貧窮者を哀れみ、老若をいたわり、人と争わず、神仏をうやまい、困った人あれば助け。 道や橋が悪ければ直し、博打はせず、酒や遊びにふけらず、死の交渉をそれぞれの家業に努めるを不時効の決脈とするといった一般道徳の強化が中心であり、当時の階級制度の秩序と神は、和合や土木事業の重要性、農業技術の改良などを説いている。オフリカハリの巻、市民の巻、エボシ山子殿会などといった産業が表した教えを、 基本的に踏襲しており、着物を左前に着たり、富士山の登頂ルートである、五中道を逆に回ったりと、常識を逆さにして、日常の倫理を解き、男女のあり方についても、影である女性は、水のように下がるものであり、陽である男性は、火のように上がるものであるから、和合を考えるなら影を火より優先すべし、といった陰陽の価値の逆転を解いたりもした。行よりも、徳を唱え、 富士山での難行苦業に疑問を呈した三子だが、生涯に161回の富士登山をしたという。天保3年9月には、女性信徒の高山達を連れ、断層をさせて、女人禁制とされていた富士山登頂を成功させた。それ以前にも5合目あたりまでは、女性も入山できる特別な日があったようだが、女性登頂者は、達が初めてとされる。三子が、 辰の登頂を導いたのは、振り替わりの教えに基づくが、集客の拡大と収入増を願う富士のご子たちの思惑もあったと見られている。ありがとうございます。